みんな、今日は母ちゃんがいない。母ちゃんは今回は来ないのだ。もしかしたらもう帰ってこないかもしれない。だから今回は3人で遊びに行きますよ。いいですか？イエーイ。さよなら母ちゃん、また会う日まで。それでは行きましょう。 Here we go! Here we go! あおい Here we go! 小鳥さん、今からどこ向かってるか分かりますか？東京。 No! 今から向かう先は実は湘南です。江ノ島に向かいます。夏のビーチといえば江ノ島です。はい、明日君たちサーフィンスクールに入るんですね。そのサーフィンスクールに向けて今から現地の方に向かいます。時刻は5時半ですね。夕方スタートです。見えたスカイツリー。でっかいねスカイツリー。こうちゃんの大好きな川崎工業地帯やってまいりました。工場萌え萌え萌え。横浜の街並みが美しいです。今回遊びに来たここはザ・ネスト、テラス付きのクラブハウス。今日は一日ここにお世話になります。行ってみましょう。おい、起きるんだ。朝だ。テレン、小手さんおはようございます。はい、ごめんな。今5時半ですよ。もう寝坊ですよこれ。サーフィンの朝は早いんだから。ご飯食べて6時半に集合していきます。青井さんおはようございます。では早速準備しましょう。 Here we go! Here you go! 青井さん、ここはテラスです。屋上のテラスになります。こっから見える景色がてってりー。なんと腰越ビーチですね。江ノ島の方まで一望できます。素晴らしい、最高のロケーションです。贅沢、贅沢な朝ごはんを食べたいと思います。いいね、海見ながらご飯食べれるなんて幸せ。海じゃない。さあでは初めてのサーフィンスクール、こちらのキッズサーフスクールにお邪魔したいと思います。それでは挨拶から行きましょう。あなたたち、はい、みんな先生に挨拶するよ。はい、はい、自己紹介。小鳥です。はい、小鳥ちゃんです。はい、レン先生です。レン先生、今日はよろしくお願いします。うちのキッズたちは、そこそこサーフィン経験がありまして、何回かね立ったことがあります。だけど僕が我流で教えちゃってるので、はい、今日は先生にちゃんと基礎からね教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日のボードはこちら88ね、ロングボード。いきますよ、葵さん。はい、カメラマンの、はい、マーです。よろしくお願いします。メインコーチはマー君なんだけども、なんだっけ、ヨガのやりすぎで折れたって聞いた。残念。というわけで今日はカメラマン、僕と一緒にカメラマンをやっていただきますね。さあ、じゃあオーナーのカンちゃん、寝ぼけた顔してますけども。楽しいね、毎日ね。楽しんできています。はい、じゃあまず行ってきますので。はい。Here we go!初めてのサーフスクール、ドキドキ。ネストからもうすぐ出たところが腰越ビーチですね。歩いて徒歩2分。さあ到着しました、腰越海岸。今日のステージはここです。はい、こういうのダメです。こうやって声出た。前が沈んじゃいます。あとは上げる。で、ちょっと。は
あれだけにちょっと、ね、これパドリングです。立つとき、板に2、ね、で上がってどっちでもいい、足立ちやすいの、こっちでもいい、つなぎぐらい、そう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 、はい、そうだから、膝とこっちを下げます、そう、で、下がる、うん、自分の足と板を結ぶ感じかみたいな感じで、まずこれはこっちの細い方が板につける方で入れて、簡単、1、2、3、4、これでもう板についてます。こっちの大きい方は立った時の後ろ足、こっちにつけましょう、外側、そこに通して、ほら下の方、そうそうそう、うん、OK です。次入るとき、まず自分の板をこういう前にやってると波がこうします、で板跳ね返す、だから必ず板の横を押さえます、おい、来た、おい、来た、おい、来た。京間を、お前は絶対立てるぞ。あ、小鳥からまず行ってみよう。小鳥選手、頑張ってね。おい、乗ってろっつって、うるせえな。おお、もう行けるよ。ゴー、一発目やった、小鳥、おいおい、あ、小鳥一発で対抗しちゃったよ。ああ、お前も決めろよ、頑張れ葵、カモン、ヘイ小鳥、ハイファイブ、ハイファイブ、ヘイ、イエーイ、一発目から立ったよ小鳥、いくよ、ゴー、ダメだ、残念、今父ちゃんが下手くそだった、ごめん、よし、これ、おい、けるか、バトルアップ、ゴー、よーしょ、いや、どんどん乗れるよこれ、すごい、パドル、パドル、足ちゃんとまっすぐ重ねる、そう、イエーイ小鳥、立て立て立て、よーしょ、下じゃない、前前、イエーイ、へっへっへ、おい小鳥、フルクラッシュ、ユーフー、いやー、いいねー、葵さん乗れましたね、完璧ですね、湘南最高、湘南マジック、カモン、マジでマジで、何本乗ってんだよ、すごいぞ、お父さんも最高、すごい一日になってます、あ、いいよ、立ってみ、ちゃんとバランス取ってね、すごいすごいすごい、立てるんだ、スタンドアップだなそれ、さあ葵選手、葵選手、最後見て、葵もパドルして自分で。
パドルして青、自分でよし、青頼むぞ、かっこいいところ、よーし、青い前見て、自分でパドル、ゴー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 、何本立つ、ゴー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 、前見て前見て、よいしょ、よーし、青いぞ、すごいな、みんなどんどん乗っちゃう、ペトリさん、インタビューどうですか、サーフィン、嬉しいよね、もう今何本目、ね、そんなに乗った、よし、青い選手いきますよ、ゴー、ああそうだね、バランス取る練習して、イエホー、サップ絶対面白いよ、ここでやったら、かっこいいぞ、青い、かっこいいぞ、この島すごい海岸ですね、最高にビギナー向けの波が、今日は本当練習にはもってこいのコンディションです、そして先生が抜群のポジション、抜群のタイミングで押し出してくれるので簡単に乗ることができます、前見て前見て前見て、やはり初心者ね、特にキッズサーフなんかはすごい初心者向けの波が立つ星越ビーチ、ここすごくおすすめだと思います、誰でも簡単にね、最初のテイクオフ、それから立つところまで体験できると思うので、めちゃめちゃおすすめ、ぜひザ・ネストにお問い合わせください、スマンバイ、立て、俺避けるから大丈夫、続々とスタッフレッスンがやってきてます、ここ青井選手、どうですか、サーフィン、そんなことないんじゃない、今日は随分乗ってるよ、面白くなってきた、レッツゴー、よーし、よしよし、やった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 、同時に乗れたじゃん、すごい、はい、ヒーローインタビューです、今の2人同時の移動でしたか、楽しかったね、かっこよかったよ、青井選手、ヒーローインタビューです、今のすごくかっこよかった、どうでしたか、ねえ、小鳥と同じ波乗った今、今日は本当にあったのサーフィンスクール入ってます、ゴー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 、おいおい、すぐ食べる、Come on, boy. 先生のサーフィン見てもらおう。Yeah. 女の子と相乗り。さすが先生。本当すごいね、おい青、練習するって決めた時はちゃんとやる、後で遊ぶ、優雅ですな、なるべく自分のパドルで乗れるように練習しよう、おいい波、青今いい顔してた、かっこいい顔だったよ、ギリギリまでカメラが、イエー、先ほどは失礼しました、失礼しました、すいません、ギリギリまで迫りたいんです、もうすでに20本ぐらい乗ってます、多分めちゃめちゃ楽しんでます、やっぱ環境って大事ね、湘南だとねすぐにサーフィンの楽しさを教えられると思います。
ね、先生、今日練習するにあたってコンディションはどうですか？結構もう面も風もなくて、うん、スルで最高ですね。かなり大当たりですよね、ビギナーにしては。そうですね、やったー、超ラッキー。あともうちょっとよろしくお願いします。はい、無事にレッスン終了しました。先生、総評お願いします。総評、みんなもうバッチグーですね。100点じゃん、もうみんな。はい、じゃあ葵さんから感想お願いします。楽しかった。聞こえない、ちっちゃい。楽しかった。声ちっちゃい。楽しかった。OK。 はい、小鳥さん。サーフィン乗れたら嬉しかった。これからどんどんサーフィンやりたいですか？レン先生、ありがとうございました。我が子たちが最高にいっぱい波乗れたんで、すごい記念すべき一日になりました。ありがとうございます。キッズサーフスクールをやるならばネストで。じゃあネストでお願いします、はい、今日は一日ありがとうございました。バーイ。はい、お疲れ様でした、かんちゃん。今回、キッズサーフスクールを、やってくれたのはこのザ・ネストのオーナー、カンちゃんです。カンです、よろしくお願いします。正式オープンはいつですか？8月から。8月からってことなので、その前のプレオープンにね、誘ってもらいまして、子供たちがお世話になりました。いろいろと使えると思いますので、詳細は概要欄に載せておきますので、興味ある方はぜひ遊びに来てください。越越駅徒歩2分、めっちゃ近い。海まで2分。2分です。もう歩いてすぐね、ビーチまで出れるっていう、すげえいいロケーションだよね、ここね。最高だと思います。さらに、屋上テラスもあるのでね、いろいろと遊び方ができるザ・ネスト。はい。この夏、かなりホットなスポットになりますので、皆さん遊びに来てください。ではまた、バイ。Dude, that father is 10 and permed!